呉市の海上保安大学校に集まったのは中学2年生10人です。これは呉市が行っている職場体験学習の一環で、生徒たちは現役の海上保安官から海の上の交通ルールについて学びました。そして船の操縦を疑似体験できる機械を使い、前方から来る船とぶつからないようレーダーの情報を見ながら操作していました。なんか簡単に船は操作しているけど、難しいところもありながら船を運転しているところがすごいなと思いました。先の船を見て動かないといけないから難しいと思いました。生徒たちは体験を今後の進路選択に役立てるということです。